俺ミノル、強盗のいる事務所に拓也の弟は結婚の挨拶に行っちゃって、振られて腐ってる拓也は振られて歌った俺を見て何かを感じたって話かな。細かいことは俺に聞くな。前回の話見ろ。右上クリックすれば見れるから。じゃあ第8話楽しんでくれよな。第8話どこまでも届けよシャウト。寺岡？おお、寺岡じゃねえよ。あれ？なんか変わった？え？あん時の寺岡じゃねえ。風間？なんだよそれ。誰だよ風間？寺岡の上位互換が風間だよ。いや寺岡に失礼だろう。なんかあったの？ミノルがさ、もういやお前ミノル知らないだろ確かにな。うるせえなんだよ。ミノルがさ、お前はつまらないやつなんかじゃないぞ。かっこよくてさ自信持て。かっこよくて、だから俺はもう立ち止まるのやめようと思って。おお、今からこの間逃げてきた面接もう一度受けに行く。おお、俺も戦うって決めたよ。風間さ、風間じゃねえけどな。かっこいいよな。そうか、立ち向かうってことだよな。え？いやだから俺に自信がないからとかじゃなくて、立ち向かえってことだよな。まあそうかな。分かった。いや俺もさ、ビビってたよ。俺も今から北海道行く。今から行くの？いや一回帰るよ、準備しなきゃ。そうか、なんかあれだな。え？まともだな。今すぐ行けよ。いや洋服とか用意しなきゃ。それタンクとかも怖いしさ。風間頑張れよ。おう俺の名前拓也な。僕が財布持ってます。なんだよ、お前が持ってたのかよ。はい、もっと早く言え。ちょうだい。ここにあります。あ、借用書書いてください。バカかよ、書くわけねえだろ、もらってくんだから。なんかたくさんの皆さんがいる中ですいません。自分この間面接させてもらった緑山拓也です。あの時は逃げ出してすいませんでした。なぜ歌を歌わされたのか、それが理解できなかったので、それで分かんないから書いてしまったんですが、いやそれはおかしかったなと。歌うことに理由なんてないですもんね。なんか俺気持ちが前のめりじゃなかったなって。今日はもう一度歌を聴いてもらいに来ました。兄貴、あれどうよ、何これ。兄貴逃げろ。あ、お前今日挨拶か拓也。え、逃げろ。何これ。おい、待てなんだお前、殺すぞ。ちょっと待て、聞け。離れててくはじき合っても消えゆかないでこっちへ来てただーはえ何なんで離れててくっついてて弾き合っても消えゆかないでこっちへ来て振り向かないで忘れないでお前そうかいや何すかこれマジかそうかタカ行くぞいいんすか、うん、金は手に入れたしタクヤお前の歌よかったよ翔太え何が起きてんのおっ俺ミノル次回はついに最終回最後は全ての真実と拓哉の思いの全てあなたの心に届けるよ最終回じゃ楽しみに待っててくれよなシューティングスター最終話俺の心にシューティングスターこんにちは劇団スカッシュです7月に行われる劇団スカッシュ舞台公演ジョークこちらの舞台公演のとってもお得な先行チケット販売のお知らせです5月の18日19時15分から5月の23日水曜日まで期間限定で先行チケットを販売します何が得なのご購入された方にはなんと2010年舞台公演初演版ジョークの DVD をプレゼントシューティングスターの続きも気になるし演劇も見てみたいけどどうしようかなと思ってたそこのあなた初演版 DVD をゲットできる最後のチャンスですこの機会をお見逃しなく選考期間終了の翌日5月24日19時からはいよいよチケットの一般販売がスタートしますので公演にてと詳しいことは詳細欄のリンクからご覧くださいそれでは皆様劇場で